ウィニペグ・ジェッツは、カナダマニトバ州ウィニペグを本拠としている、ナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。なお、1996年までウィニペグには、同名のチーム名、ウィニペグ・ジェッツが存在していたが、経営母体、歴史的経緯などが異なる別チームであるため、当記事では分けて解説する。ジェッツの前身となるアトランタス・ラッシャーズは年に、 アトランタフレームスの代替チームとして NHL のフランチャイズ権を獲得した。2007年にチーム初のプレーオフ進出を果たしたが第1ラウンドでニューヨークレンジャーズに4連敗の末敗退した。その後はプレーオフ争いどころか会に低迷するシーズンが続くことになった。2011年4月頃、経営不振と観客減少にあえぐスラッシャーズが新たに フランチャイズ移転を模索している話がニュースを中心に流れ、ウィニペグ市民からは、ジェッツ復活の期待が高まった。後に2011年5月に、カナダの企業、トゥルーノース社に所有権が譲渡され、5月31日にコミッショナーから新たなフランチャイズをマニトバ州に移転することを発表。市民は歓喜の渦に包まれ、見切り発信にもかかわらず NHL シーズンチケットは、 発表後、数日で完売した。後に、マニトバ州ウィニペグに本拠地を移動しチーム名を長年親しまれていたウィニペグジェッツに改名することが発表され、同年6月に NHL から正式に承認された。なお、ジェッツのチーム名は、ウィニペグ郊外に、北アメリカ航空宇宙防衛司令部の空軍基地が存在することにちなみ、ジェット機に由来する。 新たなチームマークは戦闘機を図案化しカナダの象徴となっているメイプルリーフに見立てたものとなっており新ユニフォームのお披露目式は空軍基地で行われている移転した後もプレイオフに縁のないシーズンが続いた2013から14シーズンにはイースタンカンファレンスからウエスタンカンファレンスに移動した翌2014から15シーズンにウィニペグ移転後初となる プレイオフ進出を果たす。プレイオフでは第1ラウンドでアナハイムダックスに4連敗を喫した。2017から18シーズンではアトランタ時代を含めプレイオフ初勝利を果たすとカンファレンスファイナルまで進出。試合はベガスゴールデンナイツに1勝4敗で敗れ初のスタンレーカップファイナル進出はならなかった。ありがとうございます。